はい、どうも光栄です。今日はゲストが来ていただいて、ブレイキングダウンで活躍されてる、高弘くんとポストンです。おいしょ、よろしくお願いします。あと、喧嘩自慢、九州代表の雄大と力くんです。よろしくお願いします。今日はまあ、だけスパーリングをちょっとやっていこうと思ったんですけど、さっき昼ご飯食べに行ってたら、ほんまや、いきなり不良にポストンが絡まれて北九州やばない。まあでも、納得いかなかったら来いっつって、俺ら今からスパーリングやるって来いっつったんだけど、まだ来てないですね。もうしばきましょう、来てたかもしれんけど、しばきましょう、口だけやから。ケインがケイン、全然ケイン来てないけど、まあまあ僕らでちょっとじゃあスパーリング取っていきましょうか。はい、じゃあ今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあまず続けよう。じゃあ、どういいよ。だいぶ麻酔や言うてる。プレッシャー
ラス30、ラス30見せ場、見せ場、見せ場、見せ場大工事見せ場、見せ場おー、いそうよ見せ場いそう大工事よし、10秒よし、10秒ナイスいこーうわーナイスねよいしょスタート。いいね。大きいね。ベビー級台。ワタル級。出た。キャンディ、キャンディ、キャンディ。立ち上げに。I'm gonna do it.
ちゃ硬いです。どうした、ケラなの？いやもうあえてケラんでボクシングで行ったんでしょうね、彼は。でもそこまで頭なかったよ。前蹴りで夢中。いやでもいい勉強だと思うよ。いやでもいい勉強だと思う。鼻血返り血返り血いや、全然俺いや、このくらいしてもらった方がいいよ、はい、鼻血ありがとうございます、はい、いや、まあでも、あんまりもうちょっと基本覚えてからやらないと。そうですね、はい、潰れちゃうんで。いや、もう T シャツの前いんねんじゃん、白着ていこうし。昨日もなってた。昨日動くちょっとやばい、アホなる。いや、アホなってます。なんか、僕はちょっと周りの空気感っていうかやってうそうな感じだったんで、ちょっと強めにやったんですけど。でもあんまり多分打たれすぎる方がいいと思う。そうですね、ディフェンスもない。ほんまにちょっと打った時の頭の位置がほんまに常に止まってるから、まあ打たれに出るのもあるから。で、打つ時にこれでガードしたりとか、肩で守れる。まあ、あと反対反対なんだけど、ラグ引いてそれだけでも変わるかも。変わるし、頭の位置を変える。頭の位置が正面すぎるから、分かりやすいの。ヒーキ君はでも結構位置変えながら戦ってるから、やりにくくて、あの全部正面やから、気持ちとかも強いんだけど、全部正面やから、危ない。ヒーキ君は戦い方的にはもちろん位置変えながら顔もつけるボリュームがちょっとちゃうかちょ、来たやろ、今から。じゃあ、わかった、リングだよ、リングだよ。もういいや、そんなことやんねん。もういいや、そうや。お前、えって。えって、えって。だから負けんなよ。いけ。危ない。危ない。リングで。お前、待て。離せ。リング。くっそ。やりに来た。うん、やりに来た。できるもん。やるぞ、やったぞ。おお。クラブ貸して。ほとんどやりたい。ほとんどやりたい。俺でできるの？できる。あとはどうするの？こんなのよ。いいな。うん、いいよ。承諾書。おお、いいよ。宣伝も書いてある。もうリングでやれって。行くぞ。でもじゃあカメラに言ってや、もう死んでも何も言いませんって。死んでも何も言いません。先に。誓約書、誓約書の代わりな。さっき逃げんで来いよって言ってたら本当に来たんで、ちょっと今からホッソンと高弘君に指導してもらって、まあ、どうなるか分かんないですけど、楽しみです。ハンドルラウンドで先行くよ。先行け。優秀がいいと思うな。本当これがホッソンじゃん。